さあ5秒を切ります。3秒前、12レースの優勝戦スタートしました。 20m ラインの飛び出しはどうか。森が目立っている。森が行った。森、そして若井の順です。前の方では8番の柴山が まずは主導権を握りました。柴山が主導権、7番の白崎が続いていく。6番の栗原は飲み込まれました。2番の森と3番の若井、人気の2人が上々な発進。中段3、4番手につけ、その後ろ4番の青木春近、中段6番手を回って残り50を切りました。8番の柴山信之がレースを引っ張っています。経済構想もあるは篠崎。さあ篠崎は突破を狙っていますが滑っている。走行からぐーっと車を伸ばして2番の森勝幸、森が 3,4 コーナーでまくり切りました。久々の優勝が見えてくるんでしょうか。森勝幸完全優勝に向かいます。残り4勝を切りました。粘る柴山、走行から森のまくりだ。さあ森が一気に柴山まで飛び込んでいった。森が先頭に上がりました。2番手は柴山信之、その後ろから迫ってくるのは若い勝と篠崎実であります。4コーナーからホームスレッチへ立ち上がってまいりました。先頭は2番の森、2番手は8番の柴山、内側から篠崎が飛び込んでいく。外から若い友勝のまくり、2番手は混戦しています。7番の篠崎が経済構想を待って、4番の青木春彦は行く場がないという感じか。さあ真ん中を割って4番青木春彦、2番手争いに参戦。残り2周を切りました。さあ2番手若いと青木春彦の争い、先頭は2番の森勝幸。さあ森、ここで優勝すれば平成15年の大晦日以来の優勝ということになりますが、足色は4番の青木春近が勝っています。さあ青木にもまだまだワンチャンスあり、残り1周に入りました。さあ飛び込んでいく青木、青木は飛び込んでいく。直線ではリードを開いて2番の森勝幸、森が先頭だ、森が先頭だ。青木がさあ思い切って突っ込んでいく。青木は突っ込んでいく。先頭争いは 森かそれとも青木春近か。わずかに森が優勢。久々優勝だ。発走でございます。5秒前です。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。森勝幸が目の覚めるようなダッシュ。 20m センターコースから飛び出していったんですが、外から5番の木村、その木村を弾いて3番森勝幸、 20m 線から主導権を握っています。さあ5番の木村をついていく。3コーナーで森勝幸がまずは小林明、さらには山際慎介を外から抜き去って2番手に上がっています。先頭8番渋沢健二、2番手は1番人気の森勝幸。さあ森が外から8番の渋沢健二をここでまくり切りまして先頭です。森勝幸、これは優勝が見えたのか。中盤では5番の木村、まだ4番手、その後ろから4番重富大輔、内側からは2番の加賀谷が続いて4コーナーからホームスレッチへ立ち上がりました。2番手は8番渋沢健二、その内を狙って山際慎介、まだ3番手、5番の木村、4番重富、その後ろ2番の加賀谷、後方7番手は小林明、最後方から高橋であります。2番手内側突っ込んで山際慎介、人気薄の山際慎介がここで渋沢健二の内を捉えました。先頭森勝幸、どんどんリードを開いてまさに独壇場です。2番手が山際慎介、渋沢健二がその後ろ3番手を回っています。5番の木村武史が中段、なかなかこの4番手から動けません。4番の重富大輔が5番の木村のすぐ後ろ、現在5番手につけています。4コーナーを立ち上がってレースは残り2周へと入ります。3番手内側から攻める5番の木村、しかし前とはまだまだ距離があります。2番手もちょっと難しいか。さあその木村の内側をついて重富大輔、後半戦鋭く追い込んできた重富大輔でありますが、重富と木村が競り合って6番の山際にとってはこれは2着を得るチャンスであります。最終周回に入りました。もう優勝が目前見えてまいりました。地元の森勝幸が先頭であります。今年2度目の優勝目前です。2番手は山際慎介、そして追い込んできた重富大輔、しかし追い込み及ばず3番手で間もなくゴール、森勝幸の優勝です。山中光友のフライングによって再発走です。3秒前、パートナーカップ優勝戦スタートしました。ハンデゼロから今度も1番の山中好スタートを決めた。そして岩永遅れを取りまして 10m ラインから山下がスタートで叩いている。さあもつれている後方集団、森の速攻が決まるのか。近況その森の速攻ドンピシャ決まっておりますが、さあ 3,4 コーナーでインガツンとさばいて3番手に上がっています。先頭山中、2番手押した3番手に森、その後ろ佐々木圭が4番手に浮上であります。人気の面々が 3,4 番手に上がっている。先頭2番の押した
や1番の山中、追走する2番の吉田和也、3番手6番の森でありますが、さあ森が攻め込めるか。前は塞がっている。一気にさばいた、さばいた。まさに鬼の形相で前2人を一刀両断でありますが、その森についていくのは8番の佐々木慶であります。先行する森に追っていく佐々木慶、4コーナーからホームストレッチへ。この展開は絶対に勝たなければいけません。地元勢先頭森克幸、2番手は佐々木慶、3番手中野範人が上がりました。先頭2番手その車間はわずかに3車身ぐらい。さあコーナーでぐーっと差を詰める佐々木慶ですが、まだまだセーフティーリード、6番の森克幸。レースは残り2周へと入ります。森が先頭だ。2番手は佐々木慶、森と佐々木のマッチレースになりました。3番手は離されまして中野範人の展開です。さあ森、久々地元勢の優勝となるか。追走するは佐々木慶です。4コーナーからホームストレッチへ。佐々木もタイヤが滑っている。もう足は余していないのか。残りは1周回、6番の森が先頭であります。両走路での優勝は本当に久々ということになります。昨年の11月18日以来の地元勢の優勝ということになります。最終コーナーからホームストレッチへ。やっぱりやってくれました、6番の森克幸。優勝戦仕切り直しです。5秒切りました。スタート2秒前、1秒前スタートしました。 10m はうちの2人が飛び出す。さあ 20m 森が行きました。森が好スタート。高橋が外を回る展開。森が早くも全体4番手につけます。そして前は4番の鈴木誠一、8番の柴山を捉えていく。この後ろ早くも森が上がっていく。一方高橋は最後方から。さあ高橋最後方、ちょっとこれは厳しい戦いになるか。さあ競り合う展開。8番の柴山インから抜き返す。そして3番手から早くも先頭の座伺います。森が真ん中をついていく。まだ高橋は最後方。さあここで内側スーッと入っていきますが、まだ中来位置です。森が先頭に立ちました。残り4周、早くも森が先頭。高橋若干後方で苦しんでいます。現在は7番手、なかなか内側捉えきれません。さあ森が引き離すか、引き離す森。そして柴山塚越が続きます。さあ高橋絶対王者、苦しくなった。残り3周、どうした王者。現在7番手を追走。森がぶっちぎりの展開、あっという間に引き離しました。そして塚越、ここは柴山2番手争い。内から塚越抜け出した。高橋はようやく中段の6番手、しかし別途抜けない。残り2周に入りました。森があっという間に独走態勢、大きなリード。そして2番手は塚越、3番手影山巻き返してきた。別府が4番手。高橋連帯も苦しいのか。5番手、残り1周、最終周回です。絶好調森が先頭。さあここは絶対王者相手に強さ速さを見せつけるのは森克幸。2番手が塚越、3番手影山、絶対王者敗れまして、森がぶっちぎりの圧勝で5位。レースの発走でございます。5秒前です。スタートまで3秒前、いよいよ迎えました12レース優勝戦、スタートしました。最終班、森の飛び出しの方が岩田よりも勝っているのか。最終班の飛び出しはインから大きが出ました。そして後ろの方では5番の森のかましは凄まじいものがあります。先行した大木をまずは刺そうとする笠木。大木と笠木がやり合う、その後ろから森の切り返しがズバッと決まった、決まった。森が最終ハンデから追いの主導権を握りました。さあゼロ戦では伊達天、高塚義明がまずは先頭でレースを引っ張ります。高塚の引っ張り、2番手6番中田義明、前回の優勝戦戦わずして敗れた6番中田義明が現在2番手の位置。しかし5番の森が思い追い込んできています。現在3番手の位置。その後ろ門前康弘、さらには笠木義孝と続いています。すんなりと中田をかわした森克幸、優勝へ視界良好という動きであります。後方ちょっともつれたか。笠木は後輩、大木が4番手。残り3周に入ります。もう高塚を裁くのは時間の問題。さあ高塚がどこまで森に対して抵抗できるか、抵抗できないか。すんなり、直線の威力は抜群であります。森が先頭に上がりました。森和幸が先頭です。レースは残り20 1000m の攻防に入ります。今年3度目の優勝に向かいます。5番の森和幸は先頭だ。絶大なる1番人気を集めた森克幸。
颯爽とこのバンク上を駆け抜けています。2番手高塚、3番手中田義明、その後ろ大木光も3番手争いまでがいっぱいであります。残り1周に入りました。先頭は黄色勝負服5号車の森勝幸。森の暑い夏はまだまだ続きます。3番手争いは中田が頑張った。その後ろ大木と山田、同期の宿命のライバルが争っているが、3番手は見えていないか。森の優勝だ。よろしくお願いします。3.6 倍が直前のオッズ、5番から4番が 4.5 倍です。ハリー動きます。2秒前、1秒前、拍車一斉にスタート。ギヨン、さあフォルダッシュ、サードはどうだ。6番がいった。さあ岩佐がスタート構成から抜け出しました。7番の桜木が後方へ交代。8番の小林が現在2番手、突っ込み上昇。4番の森です。森が出てまいりました。快速速攻、マシンが強烈。4番車は森です。森が早くも2番手にのろしみが上がりました。さあ5番の有吉が追走の3番手の位置、追って1番の西村龍太郎。3番車、ここは佐々木。さあそれ寄ったところが小林健司か。さあ前の方は小林です。それを追って7番の坂井、最後は玉下田中守の展開。3コーナーから4コーナー、前は4番、前は4番です。森川俊、岩佐健で2番手です。さあベテランの味は6番車岩佐、食らいついていますが、5番車有吉が追っています。3番手の位、先頭4番、2番手6番展開、3番手には地元5番の有吉です。3コーナーから4コーナー、前回ってまいりました。4番の森です。森メジャー森が現在先行です。それよって6番の湯浅の展開、5番のレーサーは有吉、有吉が現在3番手。さあ抜けた男、4番車抜けています。3コーナーから4コーナー、カーブを割ってあと4周回に入ります。さあ12レースの優勝戦 G2 でありますが、 4100m8 周回の争いで行われております。前は4番車です。前は4番車森、それよって6番のレーサー岩佐、そして5番の有吉が現在3番手。やや離れた陣形、3番車佐々木が追っていますが、この道あと3周回にあります。4番の森選手、さあ懲罰エンジン引き下げて、さあバックスタッチ入っていますが、5番のレーサー有吉が2番手に浮上です。4番5番、4番5番に入りました。3コーナーから4コーナー、さああと2周回、あと2周回、4号から6、4号から6の体勢です。体勢的には4番5番、4番5番です。やはり人気の打撃者の両名が出てまいりました。6番の良さベテランレーサー現在3番手、3コーナーから4コーナー、4番手です。森が抜けています、森が抜けています。あと1周回、あと1周回。さあ今から数年前新人を取ったこのイースカの地、4番車は森です。さああれ以来の優勝が待っている。3コーナーから4コーナー、4番力でもぎ取りました。4番森勝幸でチェッカーがおります。5番から6番後方、まもなく5秒前です。3秒前、パートナーカップ12レース優勝戦スタートしました。さあ 60m のスタートはどうか。前の阿部はやや遅れを取りました。森勝幸が 60m 線から先手を取りました。まずは鈴木健の逃げで始まりました。さあ初食いを狙っている鈴木健、そして後ろからはあっさり阿部をさばいたのは森勝幸であります。森が6番手に浮上しています。高橋光に対しては大きな大きなアドバンテージがあります。先頭は鈴木健、2番手その鈴木健を追う体制を作りました田中悟、3番手長谷川博。さあ後ろでは阿部が狙いますが、森勝幸まだ6番手の位置であります。高橋光は最後方8番手の位置を回っています。鈴木健が大逃げ、2番手には田中悟、3番手長谷川博、伊藤昌司が中段で抑え役のような感じになっています。岩沼康夫の内を狙っている森勝幸、森が3コーナー入ってまいりました。一射一射さばいてくる森勝幸、この時高橋光はまだ7番手の位置を回っています。さあ伊藤昌司の開かずのインコース、森勝幸がこじ開けました。森勝幸が4番手に上がっています。さあこの時高橋はまだ7番手、本来の鋭さを欠いている高橋光であります。先頭鈴木健、じわりじわり迫ってくるのは田中悟、そして3番手には長谷川博。ここにさあ急接近森勝幸であります。長谷川を射程距離捉えたか森勝幸、あとは残り1周と半分であります。さあ先頭鈴木健のインコース、潜り込んできた田中悟、前は車体が並んでいる田中悟がトップに立つか。いや鈴木健が抑えた、鈴木健を抑えた、
さあ念願の初 V なるか、鈴木健が先頭だ、ややペースが下がった、森和幸が一気に前まで突き抜けました。最終コーナー先頭森和幸、この勝利はまだまだ序章か、スーパースターへ弾みのつく優勝だ。スタート3秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ注目のゼロ班のスタート、ちょっとフロント持ち上げたか、6番の橋本、それでもインコースからスタートを切っていきましたが、8番の和田健吾一気にかましていく、しかし橋本雄一には届かない。7番の猿谷敦が同伴3番手、5番の真中が4番手、20戦から4番の森克幸好スタートを切りました。森が20戦先手を取って、2番の金子大輔と人気の2人が上がっていく、1番の遠藤誠、3番の伊藤信夫は最後方から、さあインコースからあっという間に4番の森克幸が3番手まで浮上してまいりました。先頭6番の橋本雄一、8番の和田健吾は2番手を継ぎそう、外面まくろうとしますが少し流れた、4番の森勝之が難なく2番手に浮上、あとは先頭の橋本雄一をまくるだけか。2コーナー回ってバックストレッチやインコースへ行った4番の森勝之、あっさり捉えていきました。まだ半分以上残して4番の森勝之、あっさり頭に立っております。4コーナー回って、まだまだレースは残り3周回を残しております。2番の金子大輔、金子大輔は現在は3番手、まず橋本雄一をここで捉えて、4番の森と2番の金子、しかしまだまだリードは10メーターほどあります、10メーター以上あります。4番の森勝幸、大きなリードを取ってレースは残り2周回、金子大輔は2番手でありますがかなり差が開いております。6番の橋本雄一が3番手、3番の伊藤信夫はやっと橋本の背中が見えてまいりました。さ、4番手からようやく3番手浮上を伺うような感じであります。3番の伊藤信夫、伊藤信夫はここでようやく3番手に上がっていきましたが、もう残り500しかありません。さあ完全にウィニングラインに入りました4番の森克幸、今シリーズは森のための開催となりました。4番の森克幸、2009年最高のスタートを切るのは4番の森克幸、初笑いは森克幸だ。川口オートで最も歴史のある記念開催、開設57周年記念グランプリ優勝戦スタートしました。相当から森和幸一家、いや内側から、さあ G1 初輸出岩下センタが行くか、いや荒尾が行くのか、一周3コーナーに岩下センタがかけている。さあ荒尾の内側、岩下センタが突っ込んできました。岩下センタが先頭であります。さあこの優勝戦、台風の目となるか、岩下がまずはレースを引っ張ります。2番手には荒尾聡がつけています。地元期待の森克幸は3番手からの発進です。4番手に浦田、その後ろ西村龍太郎であります。田中茂は6番手、岡部聡は7番手、最後尾瞳投げしてあります。残りはまだまだ6周回あります。さあ岩下センタが一発やってのけるか、岩下センタが先頭でありますが、森和幸が内を狙っている。森がさあ荒尾の懐を入ってまいりました。昨年のオールスター準決勝のまさに因縁の対決の2番手争いであります。先頭岩下センター、その岩下に襲いかかる地元のエース森和幸であります。一騎当選の強者森和幸、さあ西日本勢の森包囲網をなんとか打ち破るか、残り4周であります。岩下の初 V の夢を打ち砕いた森和幸であります。 G1 初 V は俺が先だと言わんばかりの仕掛けでありました。森がトップに上がりました。先頭は地元の森和幸であります。2番手岩下センター、岩下ここまでか、岩下の挑戦はここまでか。3番手荒尾聡がつけています。土壇場になればなるほど進化を発揮する荒尾でありますが、現在は3番手に甘んじています。浦田慎介も4番手で足が止まっています。その後ろ西村龍太郎に岡部聡、ひとみたけしは7番手、最後尾なんと田中茂は最後方であります。先頭森勝幸、もう1回岩下センターがそう詰めていきます。先頭森勝幸です。まさかのスーパースター敗退から1ヶ月、悔しさをバネに大きな力に変えました。森勝幸が先頭、さあ残り1周に入ります。また一歩ハードルをクリアする森勝幸でありますが、さあ岩下センターが最後に狙えるか狙えないか、森が先頭だ。地元走路で初めて森勝幸が G1 を勝ちます。最後の直線森勝幸、
でございます。快晴のもと迎える優勝戦です。12レース祝大塚ひのき誕生記念スタートしました。森がいいスタートを切りました。最終半からは誰が行く、センターコースから牛澤行った、おっとかましていった森勝幸、内側から牛澤突っ張るか、外から森が前に出ました。最終半のせめぎ合いが一つ見どころでありますが、森が棋戦を制しました。先頭は渋垣内、追って長谷川博士が内側飛び込んでくるか。さあ強烈にさばいた長谷川でありますが、さあもう森が3番手に位置しています。一気に前を捉える動き、先頭は長谷川、2番手が下垣内であります。3番手に人気を集めた森勝幸、その後ろ山田もなかなかの気配だ。さあ山田が、これは優勝戦要注目の動きであります。さあ森もうかうかしてられません。先頭長谷川博士、追走する下垣内にもまだまだチャンスがありそうであります。3番手に森勝幸、間を割れるか割れないか、ちょっと行き場がない、前が壁になっていますが、うまく森がさばいて2番手に上がっています。さらに山田の動きはどうか。先頭ここで長谷川をさばいた森勝幸であります。地元のエース森が先頭に上がりました。2番手長谷川、3番手下垣内、その後ろからさあ山田、さらには中野も追い込んでまいりました。先頭森勝幸リードを開いていきます。2番手は長谷川博士、山田がさあ突っ込めるか、まだ突っ込めないか。3番手は下垣内が粘ります。下垣内が粘ります。残り1周になりました。先頭森勝幸、次回の G1 戦に弾みをつける、そんな優勝ゴールがもう目前であります。さあ2番手争い、山田が突っ込めるか、いや突っ込めない。2番手は長谷川が踏みとどまっています。下垣内は3番手、最後の直線コース、優勝は森勝幸、2着に長谷川博士。よろしくお願いします。5秒を切りました。スタートまで3秒前です。12レースの優勝戦スタートしました。さあ注目の 20m ラインの出だし、内側から飯塚勢好スタートを切った。トップスタートは辻大樹、そして初 V をかけている藤川であります。人気の森勝幸でありますが、後方7番手からの発進です。1周3コーナー、これは絶好展開になりました。辻大樹と藤川です。さあ森山田後方集団6番手の位置、残りは5周、レーサー2周目に入ります。先頭二村司、2番手からぐーっと差を詰める辻大樹です。3番手には藤川がつけています。中段勢では中野、さらには深谷のインコースごぼう抜き、森勝幸4番手に上がった。そして3、4コーナー側では先頭辻大樹に変わっています。ついていけるか辻川、残り4周です。先頭辻に変わりました。2番手が二村司、そして3番手は藤川です。さあ藤川が森を抑えながら、2番手の二村をこの3コーナーで捉えるか。2番手に上がった藤川です。そして森の動きはどうか。4番手から前2人の動きを見ながらの競争になっています。残りは3周です。先頭は辻大樹、そしてこの一戦にデビュー初 V をかけている藤川が2番手の位置でありますが、そのインコースをめがける森、森が入ってきました。怒涛の威を披露しています。さあ残る獲物は辻大樹ただ1人になりました。残りは2周です。先頭辻が引っ張っています。その逃げ快調でありますが、勢いで勝る森勝幸、2番手の位置です。その差は2写真ぐらいです。さあ残された周回はあと1周半であります。先頭辻、辻が優勝の2文字をもぎ取るか、森が狙う。さあこの内側入ってまいりました。残り1周、粘る辻のインコースをさばいたのは森勝幸であります。森が先頭、差し返せるか。さあ辻が斜めになって入ろうとしましたが、森が先頭であります。新型マフラーでいよいよ森勝幸開眼しました。森勝幸優勝2着、辻大樹。さあブルーランプが消えます。5秒前です。3秒前、週刊実話杯12レース優勝戦スタートしました。最終ハンデから森勝幸好スタートを切りました。森がトップスタートを切りました。ついで佐藤裕二、さらには便乗していけるか、地元のエース高橋義弘であります。さあ宇田田は7番手発進、1周3コーナーでは森が凄まじい速攻を見せています。早めの仕掛け、1周3、4コーナーでは2番手に上がりました。先頭は佐藤、追って2番手
森が攻めは待ったなしか。ここは佐藤が踏ん張る。2番手は2号車森和幸、先頭は佐藤正人であります。2番手は森和幸から、ここは仕掛けてトップを奪いました。森和幸が先頭です。2番手は佐藤正人。さあもう一人の佐藤裕二も攻め上がってまいりますが、そのインコースから浦田がやはり強い。インコースで潜り込んでまいりました。3番手まで順位を上げました。浦田思想27のパワーで迫る3コーナー2番手に上がりました。これは優勝戦、森と浦田の対決になるんでしょうか。残りは3周です。どこまでこのリードを保てるか。森勝幸は先頭です。差を詰める浦田慎介。3番手は掛川和人、そして4番手は集団になっています。まだまだ十分なリードが森勝幸にはあります。2番手浦田慎介、そして3番手掛川和人。4コーナーを立ち上がります。じわりじわりと浦田が接近。残り 1000m2 周を切りました。さあまだまだ十分なリードがあります。森勝幸先頭踏みとどまっています。そして固まる3番手はどうか。掛川和人、インコースから佐藤裕二、外から高橋義弘でありますが、ねじ込んだ佐藤裕二が3番手。そしてトップ争い、さあ優勝争いもいよいよクライマックス。浦田慎介の前に地元の森勝幸が立ちはだかっています。森勝幸は先頭です。引き迫る走り。最終コーナー浦田が迫るんですが、今年浦田の10回目の優勝を阻んだのは地元の森勝幸。森勝幸ここにして今年初優勝だ。勝利の女神が微笑むのは誰か。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロは吉田浩二がスタートいきました。10メートル線は3番深谷が内側からホールショットを外からかましてくる森勝幸。長いは中段からの競争になっています。さあ主導権は吉田浩二、やや滑っている深谷。バイクを外に持ち出したんですが、その外から森勝幸が一発でまくっていく。森勝幸が自身2度目の G1 競争制覇に、まずは4コーナー先頭に上がりました。幸先の良い滑り出しを6番森勝幸が見せています。2番手には3番深谷、3番手4番谷津啓二、その後ろ4番手5番の佐藤隆也、5番手は永井、さらには佐藤裕二が続いております。さあ先頭リードを開いていけるか。6番の森勝幸、地元伝統のキューポラ杯、地元の牙城を守るべく6番の森勝幸、その姿勇ましくたくましく見えています。先頭リードを10メートル開いた6番の森、2番手には3番深谷、3番手に4番谷津啓二、4番手に5番の佐藤隆也、さらにはまくってくる8番の永井大輔の姿は中段にあります。2番手には3番深谷、しかしなかなか先頭を追い上げるような状況にはなっていないようです。さあ6番の森勝幸、これは優勝の2文字が至近距離にどうやら見えてきたんでしょうか。2番手に3番深谷、さらには3番手4番谷津が続いております。4番手に佐藤隆也、あるいは8番の森勝幸が競り合いながらの4コーナー。2番手は3番深谷が守っていますが、先頭は遥か前方であります。6番の森勝幸が先頭です。2番手は3番深谷、3番手4番谷津啓二、4番手5番の佐藤隆也の並びになっています。永井もどうやら力尽きたようであります。5番手からなかなかバイクが進んでいきません。突然の雨は永井の背中を押してくれなかったようです。残りは3周です。2番手は深谷が粘っている。4番谷津は3番手、5番の佐藤隆也はその後ろ、小康状態になっています。周回を重ねても8周戦になってもどうやら体勢には大きな変化は見られなさそうであります。先頭6番の森勝幸、6番の森が先頭。この川口のと最も絵になる男が伝統の G1 競争を大いに大いに盛り上げています。森勝幸は先頭です。2番手は3番深谷、3番手4番谷津啓二、その後ろ5番の佐藤隆也、あるいは永井が続いておりますが、残りは1周半。さあ6番の森勝幸、解説記念グランプリに続いて自身2度目の G1 競争制覇がもう目前に近づいております。6番の森勝幸が先頭です。勝利の女神を手繰り寄せたのは地元の森勝幸でありました。たくましい姿、この3コーナー華麗なライディング、自身2度目の G1 制覇に向かってあと 100m であります。6番の森勝幸、2度目の G1 制覇ゴール。2番手は3番の深谷であります。挑戦の発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前です。 G2 川口記念12レース優勝戦、今スタートが切られました。さあ中山徹スタートはどうか。阿部剛が叩いた。まずは阿部剛がレースをリードする存在になりました。人気の一人中山徹は2番手からの競争であります。さあ1番人気を集めた森の姿はどうか。中段からやや後方にあります。さあ8選手が団子状態。
先頭は2番の阿部剛、外から1番中山徹が巻き返そうとしている。内側から影山真が突破口を見出すべく内側から潜り込んで先頭を奪った。さらには切り返してくる中山徹、6番森和幸の姿も中段にあります。さあ先頭影山真に変わりました。さあ地元の牙城を守るべく地元勢が上位を独占。田中茂の姿はまだ6番手、残りは6周回。さあ田中茂はどうか、5年ぶりのグレードレース制覇がかかっています。さあ田中茂が5番手に上がってまいりました。徐々に自信を取り戻している。これを勝って自信を確信に変えたいと話していました田中茂でありますが、どうか。先頭は影山真です。リードは現在1車周半、2番手には阿部剛が続いています。近況のモヤモヤを払拭するかのような力走は2番の阿部剛、しかしその後ろから6番の森。さあ地元のライバルが近寄ってまいりました。内で粘るのは4番大木、さらには真ん中から田中茂も突破口を見出すべく上位に上がってまいりました。残りは4周回です。さあ引っ張る3番影山真、その影山をマークできる展開になったのは6番森であります。森が2番手に上がった。3番手には2番の阿部剛、田中茂も虎視眈々上位争いに加わろうとしている。その後ろインコースで、まだまだインコースにこだわっている大木光、さらには中野、1番中山徹は現在無念7番手に交代、最後方佐藤雄一となっています。さあいよいよレーサー終盤戦、残りは2周半というところ。3番影山真が引っ張っている、森の前輪がかかっている。さあ森が入り込んでまいりました。3コーナーで森和幸が先頭に上がった。2番手には3番影山真です。逆襲なるかどうか。2番の阿部剛、そして田中茂、久々のグレード制覇はならないか。現在4番手で完全に足止めを食らっているような状況になっています。さあ川口記念、地元のこの聖地の牙城を守るべく地元勢の頑張り、6番の森勝幸がまさにその筆頭であります。レーサーいよいよ残り1周、ブルーフラッグを通過しました。グレードレース5回目の優勝に向かっている森が先頭です。2番手は影山真、3番手阿部剛の体勢になって最終コーナーに向かいます。キューコラ杯、さらには解説記念グランプリに続いて、これが地元タイトル戦3度目の制覇。出場権がない名勝戦を除いて地元グレードレースグランドスラムであります森和幸。そうでございます。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ20枚スタート争い、青木春史が好スタート、10メートル前の黒岩を叩いていきました。そしてさあ森がかましていく、おっと竹谷は滑ってしまいました。ここで人気両選手明暗くっきり分かれました。1周3コーナーでは青木の内をついてくるのは森和幸、森が一気に2番手に急上昇してまいりました。5番の竹谷はちょっとタイヤが滑りながらの競争になっています。レーサー2周回目に入りました。増田真一がトップです。2番手は森和幸、さあ射程に捉えた森和幸、川口切手の阿部男がさあ先頭を狙っている。1番の増田がトップ、2番手から森和幸であります。4コーナーを立ち上がって1番の増田がトップ、2番手から7番森和幸、さあ外からかわしていく、森がかわしていく、先頭森が上がった。2番手には増田、3番手に青木春史、4番手には2番の黒岩という体勢になっております。青木が外から3コーナーから4コーナー2番手に上がってまいりました。青木の道中の足色は森和幸以上のものがあります。残りは3周回です。さあ川口を代表するツインタワーが先頭2番手、森和幸と青木春史であります。青木も久々、昨日は会心の笑みが見られました。得意の疾走路、背番号7をどこまで追い詰めることができるか。残りは2周回です。先頭森勝幸、2番手には青木春史、3番手1番の増田真一となっております。なんと1番人気に押されました竹谷は最後方8番手に甘んじる格好になりました。先頭は7番の森勝幸です。2番手は4番青木春史、3番手以降が集団になっています。残り1周を切りました。先頭森、2番手は4番の青木春史です。3番手は増田真一、外から影山、さらには6番の砂見まで現れました。砂見が現れた。さあこれは3番手まであるか。3番影山の外から砂見であります。しかし突っ張れる3番の影山氏、この辺りは地元が頑張っている。勝ったのは森勝幸、2番手青木春史だ。よろしくお願いします。12レースの発走でございます。スタートまで3秒前です。12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロは相当から池浦か、いや内側から牽制して中畑がトップスタートを切りました。おお、なんと森はスタートいけませんでした。森は最後尾8番手からの競争になりました。まずは主導権
1番の中畑哲也であります。およそ4年ぶりの優勝戦の舞台、おっと流れた中畑救ってくる3番池浦、池浦が首位逆転です。池浦が花を奪っています。2番手中畑、そして3番手内内小回り、4番の柴山信行、大森克幸はもうここまで来ている。一気に車群を貫通しまして、まさに森が中段をごぼう抜き、早くも3番手に上がっています。先頭は池浦、2番手に中畑がつきまして、そのインサイドを攻めてくる森克幸、さあまだまだ余裕十分という動き、華麗なライディングから先頭に上がる森克幸が凄まじい追い足を見せまして先頭です。森が先頭だ、2番手池浦、そして中畑3番手、その後ろから佐藤孝也が追い込んで、残りは3周回です。あっという間に蹴りをつけました。スタート後手を踏んだのを全く感じさせないような動きを見せました森克幸、先頭です。2番手池浦、森に便乗していくか。8番の佐藤孝也が終盤戦猛反発を見せています。2番手3番池浦にチャージをかける佐藤孝也、残りは2周回です。佐藤孝也が2番手に上がりましたが、今日はちょっと相手が悪かったか、森和幸の独壇場になりました。この優勝戦です。走路は今日は乾いています。両走路でもその強さ限りはありません。森和幸4コーナーを立ち上がってブルーフラッグを通過しました。ラスト1周回です。先頭は森克幸、2番手は8番の佐藤孝也、3番手池浦という体制になっています。最後は8番の佐藤が追い込んでいますが、十分すぎるアドバンテージが森克幸にはあります。最終コーナー先頭で立ち上がりました。これが区切りの30回目の優勝ゴール、森克幸です。疾走路が舞台です。もちろん距離は 4100m、 8周競争。人気は地元勢に集まっています。佐藤真也完全優勝なるのか否か、5秒を切りました。3秒前、スーパースターシリーズ優勝戦スタートしました。10m ラインのスタート争い、少し前輪を持ち上げた佐藤真也、それでもトップスタート、森和幸は乗っていく、森和幸は乗っていく、さあまずは1番の藤本、2番の佐藤真也、佐藤が滑っています、内側から6番の若井と任す、佐藤真也の夢を、6番の若井、さらには5番の森和幸で挟み撃ちであります、森和幸の力走、森の力走、森が2番手に上がりました、レーサー2周回目、先頭は1番の藤本理恵でありますが、さあ地元の5番森和幸、おっと2コーナー立ち上がり、少々滑りました、少々滑りました、先頭は1番の藤本、藤本が先頭です。5番の森が2番手の位置、さらには3番手争いは6番の若井でありますが、今日のこの疾走路でも藤本のペースも良さそう。さあ外から森の強襲、外から森の強襲、おっと滑った、いっぱいいっぱい、これが勝敗のターニングポイント、1番の藤本、1番の藤本、未知の領域に向かっています。残りは5周回、8周戦は初めてであります1番の藤本、まだ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 周回数は残っています。5番の森克幸、懸命な追走でありますが、その車間は現在 10m ぐらい、3番手若井、4番手佐藤真也、4コーナーを立ち上がります。藤本と森の対決、さあありったけの力を振り絞ってもう一回森克幸先頭争い、どうか、無理はできない状況だ。5番の森克幸、もうタイヤは悲鳴を上げています、タイヤは悲鳴を上げています。先頭は1番の藤本理恵、藤本理恵の現在先頭であります、2番の森克幸、さあ先頭争いはシーソーゲーム、つばぜり合いになっています。白熱の首位攻防戦、少々滑った藤本、少々滑った藤本、2番手5番の森克幸、さあケップリよく森克幸が並ぶ、森克幸が並ぶ、藤本にとっては西の周回に入っていきます。残りは2周回、さあどうか、さあどうか、この両者の攻防戦、ぐらついた藤本、森克幸、さあ決死の覚悟で飛び込んでいく、大観衆が森の背中を押している。1番の藤本大健闘でありますが、ここ1番で決めた森克幸、残り1周回、森克幸が先頭、2番手には1番の藤本、そして3番手6番の若い友和となっています。もう何年も優勝から遠ざかっています森克幸、今先頭でもう1回藤本がまくりかけるも受け止めた森克幸、森克幸がシリーズ戦のチャンピオンだ。森克幸、SG 第52回
オートレースの聖地川口オートレース場で展開される今年のオートレース日本一決定戦、5秒を切ります。スタートまで3秒前、第52回日本選手権オートレース優勝戦スタートしました。さあ内側から上田大輔、センターから4番鈴木一郎、一気にホールショットは鈴木一郎、相当から森がかましていく、内側から2番の金子大輔、先頭は4番の鈴木一郎であります。スタートから華麗なステップを踏んで4番の鈴木一郎、踊るようにして先頭に上がりました。そして2番手には森且行、夢の日本一物語へ、この2番手から先頭浮上なるかどうか、レーサー2周目に入っています。3番手には6番の荒尾聡、そして2番の金子大輔が続いています。スタートで決着をつけたんでしょうか、4番の鈴木一郎、先頭は鈴木一郎、リードは三車身ぐらい、2番手は森且行であります。3番手6番の荒尾が2番手を狙えるのか、残りは8周回、先頭は4番鈴木一郎であります。まだまだちぎるような感じではありません。ちょっとこれは2番手の森且行にもチャンスがありそうな空気感です。3番手は6番の荒尾、4番手は2番の金子大輔、中段5番手には8番の山田達也、人気の1人高橋光の姿は6番手にあります。残りは7周回、4番の鈴木一郎先頭でありますが、後続を離していく雰囲気ではありません。2番手の森且行、これは今までの SG 競争の中で最も日本一に近いような距離感におります。3番手6番の荒尾が並ぶのか、荒尾が並ぶのか、さあ森の夢を粉砕するのか。さあこの1コーナーで入ってくる6番の荒尾が2番手に上がってまいりました。先頭4番鈴木一郎を追い上げる1番手に6番荒尾聡が上がりました。今年はさらにオールスターを制しまして、今や名実ともに飯塚地区の不動のエースとなりました。荒尾聡が2番手の位置、先頭は4番鈴木一郎であります。軽快なフットワークで先頭をひた走っておりますが、後続をちぎるいつもの鈴木一郎のスタイルではないようです。さあ6番の荒尾が内側突っ込んでまいりました。6番の荒尾聡参考、おっと、なんと鈴木一郎と荒尾が接触転倒であります。先頭には7番の森の姿があります。森且行が先頭であります。2番手は2番の金子大輔、3番手現在は8番の山田達也という体制であります。養成所で語っていた夢の日本一に向かって森且行、残りは3周回であります。2番手から2番の金子大輔、さあ2番の金子も日本一へ千載一遇のチャンスであります。7番の森がレースをリードしています。先頭は7番の森且行、2番手は2番の金子大輔、3番手は8番の山田達也、高橋光が中段4番手、さあ森且行残り 1000m、 先頭我慢できるかどうか。森がレースをリードしている、森がレースをリードしている、ちょっと失速、外から金子大輔、さあ並んだ、3コーナーでわずかに森が先頭だ、2番の金子大輔、内を狙って執念のスコアを見せるのか。残り1周、森且行、2番手は2番の金子大輔の体勢になっています。最終バック、先頭は森であります。森が先頭だ、最終コーナーに向かっています。語っていた夢の日本一へ、いよいよ物語はフィナーレを迎えようとしています。なんと森且行日本一、万来の拍手が迎えている。アイドルグループスマップから転身してもう20年以上、夢の日本一、森且行。